にちは。夏ガキ岩ガキリベンジ。そうですね。岩ガキです。いつ1年前ぐらいだったんですかね。いや冬。そっか、終わりかけに頼んだ。そう。そしたら岩ガキ頼んだら中身が普通のガキが来て。しかも中身が小あれ間書きやったですよね。間書き、うん、あれは間書きやった。うわで今回はちゃんとしたところからちゃんとした季節にじゃーん。でかいよ。これよ、ね、これよこれよ岩書き、これよこれ、重たいもん、ね、ちょっと生で食うのと前回のはもうとても生で食う、うん、あれはねあれはいやならなかったけん、うん、今回は生で食うのと何か焼きガキ、ちょっと焼きたいなと思って、うん、コンロで焼く、うん、うん、じゃあもみじおろしでもう食べたいんですね。焼きは、はい、ちゃんとこんな感じだったら汁が出ちゃうんで、うんうん、ちょっとこういうしっかりこうあ下が、うん、なってるやつを焼いていきましょう。牡蠣とかね、夏バテにいいと思うんで栄養たっぷりですね。はい、この隙間から入れてこの辺にある貝柱をスパッと、スパッと、いいかな。で、パカッと、ファフー！これやばい！ブリブリ！ちょっと、何それ？初めて見た。うん、岩垣ってそんな大きかった？岩垣大きいね、でっかいのは。とっさー、レモンとあレモンもいいですね。失礼しますね。はい。あ、おたおし。岩ガキって当たったりするのかな。岩ガキで当たるのは聞いたことないんで、当たるのかもしれんけど、あんまり聞かないね。あのこれは綺麗な殺菌紫外線殺菌水で何時間これは洗ってますみたいな。これは、宮崎県産。はい。高徳丸。うん。生ガキ食べる人。はい。ゆうさんだけ？ゆうさんいいですか？まあ、ちょっと見せて。なんか前のアマゾンのイメージが出てさ。今回はね、これちゃんとしたところの食べるガキです。おお、美味しそう、食べる。生でいいですか？焼きも。焼きがいいです。はい。焼きも作るんですか？焼きはね、2つ今焼きを。じゃあ、プラスで。俺も焼きしようかな。すごい。でかっ。これちょっと開けてみたい。見てこの深さ。ふわいー。ここでもここまでからやったりしてね。児玉さんの玉みたいな。これ年輪が年輪がね。年輪があるんですか。37点。ああ深いのかなこれ。そこまであるのかな。うん、思った通り、うん、そこは浅かったねこれ。腹が太い感じ。うん。ね、飛び上がっていかない。ね、もうそんな気がする。どうだか。あれと一緒。バットで落ちてきてるティッシュを使って。うん、衝撃がね、全部。ふわってよく。ふわってなってくる。すみませんですよ。釣れなそうだ。あ、唐辛子って書いてる人に。なんだよ、それ。いい。少し入れつつね。うん。一味の皿に細かいバージョンかな、これ。そんな感じやね。そっちの方が逆にいいね。うん。小玉さんはポン酢？あ、そうそう。わざわざあれを買ってきてもらったけんね。ズーポン。ズーポンと一味唐辛子。高知県民誰でも知っている馬路村のポン酢。いや、知らんでしょ。はい。あ、いいね。いや、これもちょっとかけてみる。そうっすね。これかな。はい。もみじおろしをおしゃれにする。
よし、できた。はい、今回はリベンジ、はい、リベンジ振ります。はい、もみじおろしを、もみじを結構のせすぎたね、うん、あ、小ネギもあったらよかったね。あ、いいか、いいか、ね、で、ポン酢も入れます。はい、はい、はい、出る、はい、これや、それでは、はい、いただきます。いただきます。やばい、ひっついてた、下に。うまっ。貝柱も、これはリベンジ成功ですな、完全に。うまみ、うまみ、やっぱ岩ガキうまい。もう一匹、いやこれリベンジ成功でしょ、うん、うまい。醤油ともみじおろしって合うんですかね。合うんじゃないかな。もみじおろし結構入れていいな、うん、うまっ。体力つくよ、うん、ちょっと醤油かけすぎた。グリコーゲン、グリコーゲン、辛辛唐辛子、うまっ。どうすか、あの、えぐみがないよね、なんか全然ね、長きたまにえぐみがあるのだったりするけど、岩ガキうめぇ。焼き芋そろそろ、あ、いいと思いますよ。もう開いてた、開いてた、うん、焼き岩ガキ、はい、開けて開けて、はい、熱いよ、熱い、熱いよ、そりゃ、あーあー、すごいブリブリ、うわこいつが一番ブリブリやったんじゃないかな、ねえ、うわー、これまあまあいいよ。ちょっと俺やっちまおうかな。やっちろよ、言われるかもしれんけど、うん、出た、出たマヨフォン。そう、ちょっと、いただきます。いただきます。うまい、うん、焼き芋うまい。めちゃくちゃクリーミー、こいつ。これが一番美味しかったかも。やったらクリーミーだったかな。いやー、もともとがすごいんじゃない、ほら、肉厚やもん。あ、これを多分食べたらおいしい。うん、うん、焼いてもうまい。うまいよ、うまい、うまいよ、うまいよ。かき食う人、はーい、トキちゃん、マヨ醤油、皆さん、マヨ醤油、マヨ醤油はうまいよ、知ってる俺。送っていい？うん、どうぞどうぞ。うわー、うめえ、リベンジ成功っすよ。いや、岩ガキなら無限。そうやね、これでも、一粒がでかすぎて腹パンパンになる。岩ガキ3つぐらいや。うわー、それもパンパン。マヨ醤油がいいの？マヨ醤油、これはね、これでもエレさんマヨ醤油がポン、うん、うん、でも一個はポン酢かな。おお、みじおろし、あ、いいね、ねえ、牡蠣ってなんでこんなうまいんだろうね。しかもこれ岩牡蠣の中でもめっちゃいいやつ、うん、で大きくて、うん、そう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 、マガキに近い、うん、いきます。でも岩牡蠣の良さもある。うまいうまいね。どうすか、うまい、うまいっすね。ハンナマ最高ちょうどいいくらい、うまー、めっちゃうまい。よかった、これが本物のね、岩ガキだよね。よかった、よかった、よかった、最高だね。はい、まあ、岩ガキリベンジ成功です。ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はい、し、はい。Thank you.